農民芸術概論公用宮沢賢治序論。我らは一緒にこれから何を論ずるか。俺たちは皆農民である。ずいぶん忙しく仕事もつらい。もっと明るく生き生きと生活をする道を見つけたい。我らの古い宿たちの中にはそういう人も往々あった。近代科学の実証と求道者たちの実験と我らの直感の一致において論じたい。世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえない。自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する。この方向は古い聖者の踏みまた教えた道ではないか。新たな時代は世界が一つの意識になり生物となる方向にある。正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じていくことである。我らは世界の誠の幸福を尋ねよう。求道すでに道である。農民芸術の交流。なぜ我らの芸術が今起こらねばならないか。かつて我らの主婦たちは乏しいながらかなり楽しく生きていた。そこには芸術も宗教もあった。今我らにはただ労働が生存があるばかりである。宗教は疲れて近代科学に置換され、しかも科学は冷たく暗い。芸術は今我らを離れ、しかも寂しく堕落した。今宗教芸術家とは神前もしくは美を独占し貴さぐるものである。我らに抗うべき力もなく、また去るものを必要とせぬ。今や我らは新たに正しき道を行き、我らの美をが作らねばならぬ。芸術をもてあの灰色の労働を燃やせ。ここには我ら普段の潔よく楽しい創造がある。都人よ、もって我らに交われ。世界よ、大なき我らを受け入れよ。本質、何が我らの芸術の心臓をなすものであるか。もとより農民芸術も美を本質とするであろう。我らは新たな美を作る。美学は絶えず移動する。美の語さえ滅するまでにそれは果てなく広がるであろう。義路と邪路と我らは今締めねばならぬ。農民芸術とは宇宙感情の知人個性と通ずる具体的なる表現である。そは直感と情緒とのない経験を素材としたる無意識あるいは優位の創造である。そは常に実生活を肯定し、これを一層進化し高く戦とする。そは人生と自然とを普段の芸術写真とし、作ることなきしいかとし、巨大な演劇舞踊として鑑賞享受することを教える。そは人々の精神を交通せしめ、その感情を社会化し、ついに一切を境地にまで導かんとする。かくて我らの芸術は新興文化の基礎である。農民芸術の分野、どんな具合にそれが分類されるか。声に曲調節操あれば声楽をなし、音が叱れば器楽をなす。言葉誠の表現あれば三分をなし、節操あれば詩歌となる。行動誠の表情あれば演劇をなし、節操あれば舞踊となる。交渉社旗に表現すれば生と道との芸術写真を作る。交渉種苗を制ずれば絵画を作り、素材によれば彫刻となる。複合により劇と歌劇という性活動写真を作る。巡視は多く公務と職をとも減り、聖母巡視に基づけば演説論文教説をなす。構造生活巡視によりて建築及び衣服をなす。構造閣位の巡視によりて初他の工芸美術を作る。構造生産巡視に合わし園芸営林土地設計を生む。公務公職生活巡視に表現あれば料理と生産等称図。行動巡視と結合すれば労働競技体操となる。農民芸術の書主義、それらの中にどんな主張が可能であるか。芸術のための芸術は少年期に現れ青年期後に潜在する。人生のための芸術は青年期にあり青年以後に潜在する。芸術としての人生は老年期中に完成する。その誠意にはその深さと個性が関係する。リアリズムとロマンチシズムは個性に関して並存する。形式主義は生態により、表題主義は俗感度による。四次感覚は上芸術に誘導を入れる。神秘主義は絶えず新たに起こるであろう。
も個性の限り可能である。農民芸術の制作いかに着手しいかに進んでいったらいいか、世界に対する大なる祈願をまず起こせ、強く正しく生活せよ、苦難を避けず直進せよ、感受の後に頬を理想か冷たく、鋭き解析と熱あり力ある双方と著作無意識中に潜入するほど美的の心と想像力が変わる。木により境界し敗退すれば制作心象中にあり、善意悟って表現し上案なれば完成せらる。無意識則からあふれるものでなければ多く無力か詐欺である。髪を長くしコーヒーを飲み、空虚に待てる顔つきを見よ、食べての悩みを焚き木ともやし、食べての心を心とせよ、風と雪きし雲からエネルギーを取れ。農民芸術の三者、我らの中で芸術家とはどういうことを意味するか、職業芸術家は一度滅びねばならぬ。誰人も皆芸術家たる感情をなせ、個性の優れる方面において各々やむなき表現をなせ、しかもめいめいそのドキドキの芸術家である。創作自らは気起こり、やむなき時は行為はおのずと集中される。その時おそらく人々はその生活を保障するだろう。創作やめば彼は再び土に立つ。ここには多くの解放された天才がある。個性の異なる幾億の天才も並び立つべく、かくして地面も天となる。農民芸術の批評、正しい評価や鑑賞はまずいかにしてなされるか。批評は当然社会意識以上においてなさねばならぬ。謝れる。批評は自らのない芸術で他の外芸術を律するによる。三者は普段に内的批評を持たねばならぬ。批評の立場に破壊的、創造的および鑑賞的の三がある。破壊的批評は三者を奮い立たしめる。創造的批評は三者を暗示し指導する。創造的批評家には三者に等しい資格がいる。鑑賞的批評は完成された芸術に対して行われる。批評に対する三者は同じく社会意識以上を持て、答えねばならぬ。知っても生ずる総論ならば諸派新たなる建設に至る。農民芸術の総合、おう友達よ、一緒に正しい力を合わせ、我らのすべての田園と我らのすべての生活を一つの大きな第四次元の芸術に作り上げようでないか。まずもろともに輝く宇宙の微塵となりて無法の空に散らばらう。しかも我らは各々の感じ格別格異に生きている。ここは銀河の空間の太陽、日本陸中国の野原である。青い松並み、茅の花、古い道の句の断片を保て、常草人もす酔いの広場、よもし夜風に忘れて取り入れ間近に年を売れぬ。言葉はしであり動作は舞踊、音は天楽。夜も輝く風景が我らに理解ある慣習があり、我らに一人の恋人がある。大きな人生劇場は時間の軸を移動して不滅の四時の芸術をなす。おう友達よ、君は行くべく、やがては全て行くであろう。結論、我らにいるものは銀河を包む透明ないし大きな力と熱である。我らの前途は輝きながら軽春である。軽春のその度ごとに四次芸術は巨大と深さとを加える。詩人は普通をも狂落する。永久の未完成、これ完成である。理解をしまえば我らは知る。論をも帰する。筆境、ここには宮沢賢治1926年のその考えがあるのみである。